内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。本日は大阪府は吹田市の物件を案内していこうと思っています。今回ご紹介の物件、最寄り駅は阪急電鉄千里線豊津駅、豊津駅は梅田まで20分程度、地下鉄堺筋線にもつながっています。乗り換えると京都方面にもアクセスできます。豊津駅周辺は穏やかな住宅街が広がり、駅前にスーパーやコンビニ、飲食店、クリニックや金融機関などの生活利便施設がコンパクトに揃います。また豊津駅から徒歩圏内に大阪メトロ御堂筋線の江坂駅が位置しており、他方面へのアクセスが可能です。御堂筋線は大阪の主要駅が集まっている沿線で、江坂駅から新幹線の通っている新大阪まで2駅5分、梅田駅までは5駅11分ととても便利です。ということで今回、私立吉吉大学スーパーミニマム校、吉野吉子さんにコメンテーターとしてお越しいただいております。本日もよろしくお願いいたします。来ました、吹田市。ミニマルで住める吉を探して約1年、吉野吉子です。都心にも近くて好印象の吹田市ね。今日は一体どんなお部屋を見せてくれるのかしら、期待してます。それでは本日も張り切って内見していきましょう。今私たちはここにいる。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。2017年12月地区の木造地上2階建て。最寄り駅は阪急千里線豊津駅徒歩6分。非常にパリッと仕上がる外観、築浅物件ですのでほぼ新築のような見た目。フロントエントランス、メールボックス、モニター付きオートロックございます。こちらのオートロックは専用カードキーで解錠可能です。失礼します。館内は非常に清潔、清掃も行き渡り、仕上がっております。そしてこちらが今回のお部屋、先ほどお伝えしたカードキー、入室の際はこのようにカードをかざして、そしてこちらのつまみを左にひねり、はい、開きました。それでは今日も元気に。Open fire. コンパクトな玄関、浅めの段差の先に木製の階段が見えます。おお。ウッドですやん。自然味のお部屋でヤバに。Open fire. シューズボックスございます。棚の高さは調節可能。玄関入り口のサイズに反して大きめ。作業道具、靴類の枠だけに収まらない、そんなシューズボックス。玄関のコンパクトさを大きめの靴箱でカバーしてる感じがグッジョブよ。ですね。ウッディにライトの光が暖かく映り、雰囲気が最高です。あたりをぐるっと見渡すと、キッチン、おそらくバスルーム、水回りはこのあたりにまとまっている感じですね。センスが光る棚、洋室です。非常にワクワクドキドキな空間に仕上がっています。どこか山奥の小さな別荘のような不思議な空間。段差でより立体感ができ、非常におしゃれ。コンセントございます。ということでまずはキッチンから見ていきます。 Open fire. IH ヒーターが一口のミニマル仕様ですが、作業スペースはしっかり確保しており、非常にスタイリッシュ。単身用に最適な収納スペースです。漂う隠れ家感。コンセント、冷蔵庫スペース、こちらです。調味料などが置けるようになっており、拡張性があります。ここにマグネット式の小物入れもつけれそうね。給湯器リモコン、ライト周りもこだわりのデザインで、おしゃれ度2割増しでございます。続いてはこちら、シークレット感漂う化粧洗面台。まるでここは森の中、そんな質感。 Open fire. ドライヤー、櫛、化粧品など生活感を出さずしまえる収納スペース。洗濯機スペースの上にはタオルや備品のストックに使えるスペース。収納の選択肢は多く、機能性があります。空間も抜けており、湿気がこもりません。個人的にはここは突っ張り棒でカーテンしたいわ。これなら来客時も安心ね。いいですね、あなたのセンスが光ります。伸びます。シャワー、ストレートモード切り替え可能。水回りがまとまっていると、お掃除も一気にまとめてできるので便利です。化粧品もしっかり置けて、この場を彩る楽しみが増えますね。
浴室乾燥機の操作盤。ではバスルーム。ウッド調の壁タイルが映えるスタンダードバスルーム。入浴後は浴室乾燥機をさっと回して湿気、カビ対策。脱衣スペースはないですが、お掃除はその分楽になります。窓から差し込む光が爽快。水回りは非常に清潔感ございます。おトイレございます。温水洗浄便座、収納スペース、換気ファンございます。ウッドパーツでヴィンテージ感も出て、とてもカジュアルでおしゃれだわ。段差で作る立体感、スキップフロアです。南から入る日差しが心地よく、森林浴のような爽快感。こちらは約 7.3 畳のリビングスペース。これは秘密基地ですやん。ヤバ川萌え。これはいいですね。思わず童心に帰る、そんなワクワクドキドキな木製ロフト、秘密基地のようなお部屋でございます。テレビアンテナ接続、インターネット接続こちら。ネット利用料は無料です。床のウッディが階段とよく合います。エアコン完備。コンパクトなクローゼット、単身サイズですが、ロフト収納と合わせてジャンルごとに使い分けができます。物が多い人はここに一番よく着る服だけを入れて、あとは全部ロフトに投げ込むこともできるわね。はい。あなたのセンスが光ります。換気窓、通路側にあるので、雨の日でも換気ができますね。モニター本ございます。とても開放感ございます。ウッディな階段は少しスルーしまして、お外の景色を見ていきます。窓の向きは強い日差しで有名な南ですが、こちらのお部屋は1階になるので、いい感じに周辺の建物で直射日光はカットされています。周辺は住宅街で大通りのような騒々しさはなく、室内も非常に静かですが、地域住民の自転車などの行き来はあるので、レースカーテンをつければプライバシーを守りながら心地よい最高を取り入れることができそうです。折りたたみ式室内物干し掛けございます。南から元気いっぱいの太陽光で洗濯物の乾きも良さそうですね。1階は防犯上変態野郎の心配とかもあるし、吉子は室内干し派。こちらの窓も開閉可能。網戸付きで害虫の侵入の心配はありません。水回りの換気に最適な窓です。ということで、本日のメインディッシュ、非常にウッディなワクワクドキドキロフトスペースを見ていきます。頑丈な作りの木製階段が非常に個性的。なるほど、まさにネイチャーかつ現代的なお部屋、ログハウスとの融合です。しかもハンガーレールがついており、衣服の収納スペースとしても活躍します。寝室としても十分使えるサイズ感。コンセントございます。高さがそれなりにあり、広いので中腰で動き回ることもあまり苦にはなりません。物置として使うのもよし、あなただけの秘密基地にするのもよし。この場を彩るあなたのセンスが光ります。あー、そういう感じね。え、なんだかすごく生活感を感じる色合いね。ありがとうございます。ということで、今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？大阪府吹田市に現れた、思わず童心に帰ってしまうようなアウトドアな秘密基地空間。もちろん住居としての機能性も、水回りのコンパクトさなど、非常に住みやすい間取りになっています。ロフトは空調効率が悪いと思ってしまいそうですが、ワンルームですので、それほど大きな問題にはならないでしょう。おしゃれは我慢、その辺はある程度妥協する必要がありそうです。なるほど、非常に楽しかったわ。吹田市にこんなネイチャーで秘密基地なお部屋があるなんて。都心にも近いし、吹田市も候補に入れちゃおうかしら。おいしゅうございました。それでは今回はここまで。皆様ご視聴誠にありがとうございました。春ですね。それはともかく、私もゴージャスに過ごしてみたい。気軽に高級感を味わえるお部屋を見てみたい。そしてやってまいりましたのは、次回単身仕様の高級 1LDK、 もしくは最近暑いですね。私は近未来感漂うどこか非常に SF 的で斬新なお部屋を見てみたくなった。そしてやってまいりましたのは、次回近未来から来たお部屋のどちらかを公開。
お楽しみに。